サワディーハー、タイリンガールの千秋です。今日も引き続きタイの、アルファベット子音についてレッスンしたいと思います。今日の言葉はこちらです。それぞれタイのアルファベット呼び方がありますけれども、これはカメ、をカメとカメのトを言います。発音はトータオトータオ。タイの文字分類される3パターンのうちで「ス」と「チュールイ」に分類されるので、ちょうど真ん中ぐらいの音の発音で、発音すると、いいんですけれども、もう一つこれはですね、無気音といって、発音するときに、空気が漏れないように言うっていう特性があるんです。ちょっと最初はですね、苦労するんですけども、口の前に手を当てた時に、トータオトータオと言って息が手にかからなければ正解です。今日の文字はトータオ、亀のトーでした。はい、ぜひ覚えてください。ありがとうございます。トップンカー。